ミッション・インポッシブル・ホールアウトは2018年制作のアメリカ合衆国のスパイアクション映画。ミッション・インポッシブルシリーズの第6作目。制作はシリーズの制作権を持つ主演のトム・クルーズのほか、ミッション・インポッシブル3で脚本・監督を担当した JJA ブラムス。監督・脚本は前作ミッション・インポッシブル ローグネーションに引き続きクリストファー・マッカリーが務め、シリーズで初めて監督が前作から続投する。ミッション・インポッシブルシリーズ初の東和ピクチャーズ、配給作品でもある。ソロモン・レームの逮捕から2年後、前作の敵心事件とのき、残り勢は、アポストルと呼ばれるグループを結成して、活動を続ける。IMF のエージェントのイーサン・ハントとベンジー、ルーサーは、 盗まれた三つのプルトニウムをアポストルの手に陥る前に、ギャングから購入しようとする。だが、突如現れた何者かに、ルーサーの命が危険にさらされ、彼を救う間に、プルトニウムは奪われてしまう。プルトニウムを取り戻すため、IMF チームは、ジョン・ラークという人物のために、核兵器を設計した科学者のデルブルック博士を捕らえ、核兵器が都市を破壊したとの偽の放送で騙して、 ジョン・ラークとの連絡に使用した携帯電話を入手する。E さんはホワイト・ウィドウと呼ばれる武器仲外人がプルトニウムをジョン・ラークに売るために接触するパリのナイトクラブに潜入しようとする。E さんの動きを不服とする CIA 長官のエリカ・スローンは IMF 長官に左遷されていたアラン・ハンディの反対を押し切り、敏腕ンンエージェントのオーガスト・ウォーカーをどうさせる イ、e、ーサンと王冠は、ラークとおぼしき人物と、トイレで格闘し、威クのイルサ・ファウストが彼を殺し、顔を損傷させてしまう。イーサンは顔を変えずに、ラークの偽装をし、ホワイトウィドウに接触する。二人は殺し屋に襲われて、逃げアジトに来る。ホワイトウィドウは、ソロモンデイの身柄とプルトニウムの交換を望み、三つのプルトニウムのうち一つをラークに渡して、レーンダッシュの手助けを求める。 ウォーカーはイ、e、ーさんが実際に、ラークの正体ではないかと疑い始める。ウォーカー、イ、e、ーさん、ベンジー、ルーサーは殺人を意図はない、ホワイトウィドウの兄ラや手下たちを出し抜き、パリで移送中のレーンをダッシュする。イルサは、レーンを狙撃するが、E さんに妨げられる。ホワイトウィドウはレーンに加えて、イルサをロンドンに運ぶようラークに求める。IMF チームとウォーカーは、 ロンドンの隠れが二霊園を連れてきて、アランに会う。アランはイ、e、ーさんがラークであると告発する。だがこれは芝居であり、ウォーカーがラークであることが暴露される。連絡を受けたスローオムは、安全を期して、全員を逮捕するために要員を送り込むが、その中に紛れ込んでアポストルが襲いかかる。ウォーカーはアランを殺して逃げ、イ、e、ーさんはロンドンの街を追跡する。 ウォーカーは隠れ住むイーさんの元妻のジュリアを殺すと、脅し、レーンと共にヘリコプターで飛び立つ。体内に埋め込んだ発信機により、レーンが中国、パキスタン、インドの水源であるシアチェン氷河にいることが分かり、IMF チームとイルサはカシミールに行く。アポストルのマいた天然痘ウイルスに対処する現地の医療キャンプには、ウォーカーの企みで、 ジュリアとゲンフのエリックがいる。レーンは氷河を爆破して、世界人口の3分の1の水源を汚染して、世界に混沌をもたらそうとする。レーンは2個の核兵器のタイマーを15分にセットし、起爆装置をウォーカーに渡して自分は残る。ウォーカーはカウントダウンをスタートさせた後起爆装置を持ってヘリで脱出し、起爆装置なしではカウントダウンを解除できない、ためイーさんは後を追う。 ルーサーとジュリアは見つけた核兵器の解除を準備するベンジーとイルサはレーンを捕らえもう一つの核兵器を見つけて解除を準備するヘリコプターの空中戦の後イー、e、さんはオーカーを殺すイー、e、さんは起爆装置を用いて2つの核兵器を無事に解除するジュリアはイ、e、ーさんを解放するスローンは CIA の協力者であるホワイトウィドウを通じてレーンを ミロクに返す。イルサはミロクから解放される。本作は批評家から非常に高い評価を受けた。映画批評集積サイトのロッテントマトズには409件のレビューがあり、批評家支持率は97%、平均点は10点満点で8.37点となっている。サイト側による批評家の意見の要約は、ミッション、インポッシブル、ホールアウトは早く宣伝された。 楽しい映画でシリーズ最高傑作となっている。トム・クルーズは本作のビルからビルへとジャンプするシーンの撮影中に骨折した。なお、その時のシーンはそのまま使用されている。本作も4、5作品目同様、ドイツの自動車メーカー BMW がスポンサーになっており、最新型の BMWM5、e、E28 型のシリーズ、BMW も トラットの R、ニーネットスクランブラーなどが登場する。ありがとうございます。